国交正常化して50年になるわけですけれども、はい、中国が力をつけてきてですね、軍事力を伸ばしてですね、習近平氏と安倍政権との間ではですね、はい、まあ、戦後最悪になってきてたわけですね、はい、今度はあの大平さんの系列ですね、はい、になってですね、最悪の時よりは良くなるのではないかという期待が、まあ、日中双方にあるということが、あの今回のですね、エールの交換の裏側にあるんじゃないかと思いますけれども、大事なのはですね、日中両国民の間の相手の国に対する感情がですね、共に悪化しているという基調があるということですね。でこれは首脳同士のですね、表面上のエールの交換だけではですね、収まらない話、何かあれば尖閣問題をはじめとしてですね、いろいろな問題が一挙に出てきかねない状況にあるわけです。ですから問題はですね、隣の国ですから、本当に